サイドを取って折り返してきます。大外中山こぼれる。シュート。カライが受けてカルニーニョス。おおフリー。ニアサイド。おおなるだ。鹿島戦はこのカルニーニョスのクロスから逆転ゴールが生まれています。中村さあまだ打たない。下げてカルニーニョスだ。片山からもう一度中へセンターバックの鈴木あーっとこぼれている中山シュートだ中に出ました反撃して流れたところ行くのおっとかっさらって後ろから左足今季は J1 初スタメンですヘディングシュート枠おっとオールインさあ原が追い越していくそちらを使うクロスが入ってくる面白いヘディング来たから逆サイドからシュート中村カットインからデューシーノだおサンタロだふわっと浮かせたクロスですがこぼれて奥井だもう一度これが決まったあとのつなげウシーニョ狭いエリアをこじ開けるのかウシーニョシュート最後滑ったシュートサンタロさあ見事なキック片山そのまま入れたああ来たチアゴサンタナジンニョにボールを預けます中央3に入っているボックス内サンタナ折り返してシュート直接向かってくるボールヤクルトオービック竹内ダイレクト前ヘディングディサロからチアゴサンタナ後ろに鈴木唯人切り返してシュートにいったおーダイレクションが決まった西田のコーナーキックゴールキーパーパンチングまだ清水のチャンスだ力が長く伸びていますがヘディング反らずまだクリア不十分バウドが先に触ってシャゴサンタナ収めるシュートは原よからものすごい勢いで原が入ってきました原のクロスがシュートか入れてくるが滝逆サイドを狙ってくるサンタナださあそして最後右に西田左に後藤だ後藤を折り返して西田ラケットだはい、抜けた鈴木唯人決まったバン藤本が奪ってクロスサンタナシュート決まったロナウドとそしてサンタナサンタナ狙ったリフレッシュになって追いついたさあ負けてきた負けた2人でこう前に出てくるということはしないですよねゴールチェックだこれがゴールインとは思えないですね、うん、このこぼれさあサンタナから西澤ここチャンスに持っていくことがあ前
ただこれがこぼれた、藤本、村上、サンタナ、まあ、この辺りキープ力がある。西澤に出た、早めに出る、カルリーニョス飛び込んだ、2点目は清水エスパルス。さあそれで上のボールです。さあこぼれた、押し込めるか、うん、前原、エリア内3人、クロスが入ってくる、サンタナ、こぼれた、シュートだ。今では前線に当ててもその後つながらで奪われるという展開がありました。さあ鈴木優斗だ、仕掛けた、もう落としたボール、中村シュート、どこを狙ってくるか、バーンと鈴木よしとめた、鈴木のステップドリブル、サンタナ見ていた、サンタナ、鈴木よしと打てるか、打てない、打たせなかったセレッソ、ただキーパーにした、左足、コントを狙ってきた、